今こんなに色が入ってますけど、はじめは真っ白のキャンバスをまあ組み合わせた状態からスタートして、今日で4日目です。で、一応あさっての日曜日に、まあ、ある程度終わろうかなとは思っているんですけど、まあ、そこで、まあ、作品が全て完成するというわけではなくて、まあ、出来上がったものもあれば、まだ、まあ、持って帰って書き加えるものもあると、まさに現場で作品を完成させるというよりは制作しているプロセスを、まあ、公開するというような形の展示になっています。で、普段はね、こう、まあ、ある種切り取られたキャンバスっていうかパネルの部分だけを、まあ、人に見てもらっているんですけど、まあ、実際、まあ、僕のアトリエでも、まあ、こんなサイズではやってないんですけど、2メーター角ぐらいですかね、これぐらいのサイズのところでこうパネルを多層に組んで、まあ、上から絵の具を流して角度を変えたり入れ替えたり、まあ、しながら作品を作っているので、まあ、その様子を垣間見ていただけたらなと。本当に半分ぐらいは絵の具は地面なので、はい、まあ、かなり思い切って、まあ、贅沢な使い方をしているんですけど、しっかりこの何て言うかな、絵の具っていう物質が重力によってできるこの形をしっかり出すためには、まあ、ある程度思い切って流さないと、まあ、綺麗な形にもならないので、なんかその辺のところを見ていただけたら、でこう上の方の層っていうのはある程度自分のコントロールが効いている、まあ、だいたいこう流して色をまあ重ねていくっていうある程度意図的なことが可能なんですけども、まあ、それが流れた下の層になっていくとこうコントロールできないかなり偶然的な要素が強くなってくるので、こう秩序とカオスが両方同時に出来上がっているような形になってますね。